はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造パワーアップキットの PS4 版、シナリオは関ヶ原の戦いで、プレイヤブル大名は徳川家康でプレイをしています。前回までにですね、まず第1回目で関ヶ原の戦いで、西軍撃破しました。で、前回はですね、石田、福島、池田、いわゆる豊臣系の大名を倒したと、滅ぼしたというのが前回までになります。今回はですね、いよいよ豊臣本体との大戦、これに勝てばですね、征夷大将軍への道が開けてくるというところになると思いますので、早速プレイの方をしていきたいと思います。され報告いたします。先月の収支です。報告いたします。推奨の命令をこなして、今回はですね、家康自らも出陣させていきたいと思います。まずは家康を入城させて分断を新設。この山陰地方に1つ2つ城を持ってますので、この2つの城を拠点とする軍団、これを誰に仕切らせるか。毛利勝長はちょっとなとなると、やっぱりね、徳川系あるいは徳川譜代の大名武将がいいですよね。堀田正信に任せますか。さあ、これでいいとして、あとは出陣ですね。まず家康自ら3800の兵を率いて大和郡山城に出陣させます。で、堺正長、これも同じく大和郡山城。大和郡山城に着く頃にはもしかしたら落としてるかもしれないんですが、大和郡山城を拠点に大阪城攻略に乗り出していきたいと思います。で、忠勝、これも大和郡山城にその兵力4700を持って出撃で、久能さんはどうしようかな。そしたら高屋城、ここに出陣させましょう。で、保科は同じく。で、山口重政さん、これね、能力かなり低いですけど出陣させましょう。これでいいですね。出陣しよう。出陣する。敵将捕獲しました。出るぞ。力を合わせ戦い抜くのだ。さあ、大和郡山城に落ちて、いよいよ大阪城に迫ってきてますね。表情を始めましょう。報告いたします。浅野も滅ぼしました。そしたらこいらで進行作戦の指示を出しましょう。京極家を攻撃します。やっと我が戦お見せしましょう。指示が出せるとしたらどこだろう。伊達目をもう攻めちゃいますか。我が戦お見せしましょう。出陣します。これでいいですね。軍議を終了して大阪城へと進んでいきましょう。我が戦お見せしましょう。出陣します。表情を始めましょう。報告いたします。出陣する。我が策戦場を制す。さあ今日一帯はかなり熱いことになってきましたね。道を阻むなら容赦はせぬぞ。敵将捕獲した。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。敵将大阪城を残してほぼ周りを囲み始めているそういう状況ですね。大阪城は最後に残しといてもいいかなと思うので、大阪城以外の場所をね攻め取っていきましょう。皆の者手を貸してくれ。敵将捕らえたり出るぞ。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。承知しました。いざ戦へ。敵将捕らえた。まずは大阪城を囲んでいきたいと思います。いざ戦へ。そう簡単に落ちる城ではないので、完全に孤立させた形でね仕留めていきたいと思います。で敵が攻めてきているのが杉目城。勇気から間に合う、援軍がねちょっと間に合うかっていうとね微妙かなと思うんですけど、で30以上の本城を支配下に置くということで、まあ、この時点で、幕府を開くことができるんですけど、幕府を開く前に豊臣をもうちょっと削っておきたいと思います。ついにこの日が来ました。これより殿は征夷大将軍にございますということで、征夷大将軍に就任。これで幕府を開いたということになるんですが、ここでね、総武尻を出すのではなく豊臣をねもうちょっと潰してから出したいと思います。敵将捕獲しました。出陣します。1605年ということで、まあ歴史上ではね1603年に江戸幕府開いてますけども、その2年後1605年に江戸幕府というのが今回の結果になりました。出るぞ。来ると本当にね自ら傭兵する必要がなく指示を出すだけでいいのでとっても楽ですね。出陣します。戦へ参る。で毛利もね少し潰しておきたいですよね。モーリーにも喧嘩だけ売っときましょう。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。前田にも喧嘩売っときます。出陣します。皆我に続け。我が戦お見せしましょう。出るぞ。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。表情を始めましょう。報告いたします。出陣する。出陣する。敵将捕獲したぞ。出るとするか。敵将我らに撃てる敵はありません。敵将捕らえました。肝心の豊臣がまだ滅んでいない。報告いたします。報告いたします。蜂須賀もね、豊臣系の攻撃戦で遊びは終わりだ。大谷義次の家は今やっと滅びたので、結構生き延びましたね。敵将捕獲した。皆我に続く。これが我が魂、我が覚悟。どんどん敵が捕獲されてる。出陣します。表情を始めましょう。報告いたします。これで勢力図がどうなったか。徳川と毛利がいよいよ接しましたね。でまずは目障りな宇喜田を攻略しますか。いざ戦へ。出陣する。出陣するぞ。出るぞ。敵将捕らえたり。出陣します。八神城がなかなか落ちないな。結構守りが強固なんですね。出るぞ。敵将捕獲した。さあこの辺りからはですね、同時に恫喝もしていきます。侵入させられるところは侵入させていく。戦い抜くのだ。敵将捕獲した。我が戦ご覧に入れよう。誰なんだこんな女の声。無視にするな。生きるのだ。さあ京極、小野寺、金森、この辺りは従属させましたね。ご命令くだされ。報告いたします。さらに攻略の指示をどんどん出していきましょう。まず吉川にも攻撃を仕掛けていきましょう。出陣します。毛利にもいよいよ戦を仕掛けていきます。出陣するぞ。出陣します。やっと八神城が落ちたが。敵将捕らえたり。出陣するぞ。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり。あと有岡城が落ちるのも時間の問題ですね。ご命令くだされ。報告いたします。敵将お化けした。表情を始めましょう。報告いたします。さあ残りは我らに勝てると思っているのか。敵将捕らえた。上杉も滅ぼして有岡城も落としました。敵将捕獲しました。さあじゃあここで最後大阪の陣を演じて終わりたいと思います。承知いたしました。大阪城へと攻め込んでいきましょう。かしこまりました。ご命令くだされ。報告いたします。三好正勝が率いてる6100ですね。開戦をしていきます。ここはもう力攻めですね。木村が大阪方についているわけでもなく兵力差がありますので、もう敵の軍事に向かって突撃を繰り返すだけと。よし、これで大阪城の耐久力をどれくらい減らせるか。16000から11000まで減らしましたね。戦へ参る。助太刀いたす。逃げ道を与えぬ。大阪城を取り囲み、大阪城落城間近ですね。もうご命令くだされ。報告いたします。が大阪市は籠城で1ヶ月を超えました。こうなってくると伝政軍の方のまあいわゆる兵糧ってやつですね。これが危なくなってくるんですよね。60、一番少ない部隊で60ですね。60日城が取り囲まれました。騎乗する。一旦兵を休ませましょう。承知しました。待機せよ。我が方の城奪われました。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。報告いたします。大阪城落城が間近です。階級が減ってしますね。我らに勝てると思っているのか。で大阪城落城。それでは最後に総武事例を出して、エンディングを見ていきたいと思います。政策を取り行います。皆に伝えておきます。あなたに敵対する勢力はなくなりました。徳川家のもと天下は統一されたのです。ということで歴史通りになりました。総武事例の発令により天下の全ての戦いは終わり、戦国のように平穏の時が訪れた。長い戦乱の世は終わり、再び武家による支配が復活しようとしていた。我らが天下の主となることにより、幕府が再び力を取り戻す支度はできておるか。これ徳川家康が真田昌幸に言うあたりがね、信長の野望っぽいですよね。戦国の世は終わらせたのは武家であり、武家による支配体制が確立されるのは当然の帰結であった。室町幕府から教訓を得た新たな幕府は強固な支配体制を築き上げ、長きにわたる武家の世の礎となっていくのであった。というわけで年表ですね。まず1606年、これ関ヶ原の戦いがあった翌年1601年6月には織田を滅ぼしました。さらに同時進行作戦で佐竹で、これはね全く意図してなかったんですけど真田もあっけなく滅ぼすことができましたね。でさらに石田を中心に領土を侵食していって1603年7月には石田家を滅ぼす。で1605年6月豊臣領を大幅に侵攻し、さらにその翌々月には上杉家を滅ぼし、1606年2月豊臣を滅ぼして天下を平定したということでした。はい、今回徳川家康で、関ヶ原の戦いのシナリオをプレイしました。いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。